はい、まあ、これもねちょっとさっき動画が上がってたんで見たんですけど、あの海王マリノさんね、司法書士のあの海王マリノさんの六本木のバーが襲撃されたっていう話、まあ、黒川さんがなんか釣竿を持ってなんか言ったのかな、そう、うん、まあ、それでまあちょっと、まあ、それを警察に相談しますみたいな、まあ、話をしました。そう、まあこれもだからその僕が今やられてるのと全く同じことを、まあ、マリノさんもやられてるわけですね。うん、でまあちょっとこれについても、なんだろう、まあ確かにその彼女はね、マリノさんは確かに批判されるようなことは確かにね、うん、やってはいると思うし、まあお金の使い方どうなんだとかね、そういうことはそれは確かに問題はあると思うし、それは言われてもしょうがない部分はあると思う。ただやっぱその店は関係ないよねっていう話で、で店にはそのマリノさん以外の人もいるわけであって、だからそのまあ僕が3代目に凱旋かけられるって言ってるのと、まあ、これは全く同じ理屈なんですけど、そこは関係ないじゃんっていう。だそれはそれ、これはこれでさ、分けて考えないとさ、だから結局そのなんだ、うん、まずいって言われてるのはそのまあお金の使い方とかそういうとこは確かに僕はね、うん、まあ批判されるべき部分はあると思う。で僕も結構そこは調べた、まあ調べたし、なんだけども、ただそれと店とは正直無関係だから、まあ、そういう関係のない人とか、従業員とかね、お客さんとかそういうのを巻き込むのはそれはまたもう別問題だと思ってるから、それはそれ、これはこれで切り分けなきゃいけないと思ってる、うん、だからそういう、まあ、今の黒川さんとかが、まあ、それをだからね、使用者責任っていうのは、まあ、その彩香さんにもあるわけなんだけど、まあ、政治家女子48党として活動しているこの一連の、まあ、いろんなその営業妨害とか業務妨害とか、あと自宅前凱旋とか、うん、まあ、そういうのとかっていうのはやっぱりそのなんていうか問題のその領域を踏み越えちゃってるわけであって、それはまた別で罪になっちゃうよねっていう話で、まあ、杉田さんも黒川さんも別に捕まってもいいみたいな、ね、別に刑事も民事も怖くねみたいなことを言ってるんだけど、だからそういうとこがオウムだって言ってんのよ。そうで、命を捨ててもいいみたいなこととかをさ、よくね、まあ、翼のその関連の人が言ってるけど、それってだからそのカルトじゃんっていう話で、そう、別に命を捨ててもいい、じゃあその自分の命捨ててもいい、相手の命捨ててもいいっていう、そういうことになるわけじゃないですか、うん、っていう、だからもうこれがオウムと一緒のカルトだよねっていうことを言ってるわけですよ。はい、まあ、なんで一応マリノさんのバー襲撃に関しては、うん、それは違うよねっていう話で、でそれをまあ批判したかったら YouTube とか Twitter とかで言えばいいわけの話だって、その店襲撃するのは僕は間違ってると思うし、それはまあ、黒川さんらが罪に問われても仕方ないと、まあ、思ってます。はい、まあ、なので一応それは理屈としては今そのバー3代目が被害を受けてるってことと同じ理屈になるので、まあ、非常にアウトになる可能性が高いかなという感じですね。はい、まあ、なのでちょっともうそこのなんか争い、その元々あった争いとはまた別の争いの範疇までもう来ちゃってるので、それはそれで対処しなきゃいけないところに来てるんで、はい、うん、他にもまあなんかね、うん、いろんな他の関係者のとことかなんか回ったりとか今後するのかもしれないけど、うん、まあそのまあなんかなんだろうね、アウトの数が多ければ全然普通に実刑もあり得ると思いますんで、そう、まあ、1人に対して1回だったらそれはワンアウトだけかもしれないけど、で執行猶予ってなるかもしれないけど、複数件からやれたらそれもう、まあ、一気に4アウト5アウト6アウトとか全然つくんで、はい、うん、っていうことを分かって多分やってんのかな、分かってやってんだったら、まあじゃあもうそれは罪を償ってくださいって言うしかないですね、カレーっていう感じです。ということで一応海王マリノさんのバーが襲撃された件に関して、うん、まあそれはまあ違うよねっていう話と、まあそれでまあまあ、なんというか、まあ、刑を受ける覚悟があるんだったら、まあ、受けてくださいという感じですね。まあ、粛々と進めますんで、はい、それはまあ、まあ、別に、まあ、懲役行きぐらいいいっていうんだったら、まあ、行ってくださいっていう、はい、そんな感じです。まあ、粛々とやります。